ギネス世界記録、ギネス世界記録、ギネス世界記録は世界一を収集する書籍であり、世界一の記録をガイドラインと呼ばれる基準に従い認定し続ける組織でもある。よく認知されているのが年に一度出版されるギネス世界記録の本。2000年版まではザ・ギネス・ブック・オブ・レコーズとして刊行されており、それを略したギネス・ブックと呼ばれる。 毎年9月に発行され、様々な分野の世界一が何かを認定、掲載している。記録認定を行っている、ギネス世界記録には、様々な地域から申請が届く。日本には、ギネスワールドレコーズジャパンという名称の日本支社がある。収録されるのは、発行元が定める、認定されたカテゴリーの元で、認定された、ルールに従って作られた、記録集である。 ただし達成記録数が多いため、認定されたすべてが収録されるわけではない。日本では長く、ギネスブックの名称で親しまれていたが、出版元の変遷により2002年度版は、ギネスワールドレコーズ2004年度版以降は、ギネス世界記録に解消されている。ギネス世界記録の書籍は、1978年6月3日のザベストセラー氏によると、 イギリスの公立図書館で一番盗まれる本、世界一のベストセラー、版権が存在する現在のものとて自らギネスワールドレコーズに登録されていた。2014年時点では最も売れている年間本として自らギネスワールドレコーズに登録されている。2008年版以後、特にコンピュータゲームに関する記録を掲載したという書籍が発行されている。 英語版のみ。ギネス世界記録の発行は、アイルランドのビール会社ギネス醸造所の代表取締役だったサーヒュー・ビーバーが仲間とアイルランドへ狩りに行った時狩りの獲物のうち、世界一早く飛べる鳥はヨーロッパムナグロから胃腸かという議論になり、これになかなか結論が出なかったためで、ビーバーがもしこういう事柄を集めて載せた本があれば評判になるのでないかと発想した。 ロンドンで調査業務を行っていたノリス・マクワーター・アトロス、マクワーターに調査と出版が依頼され、1955年にギネス・ブック・オブ・レコーズの初版が発売された。2000年、ギネス醸造所から独立。これをきっかけにタイトルをギネス・ワールド・レコーズに改称する。登録するには、ギネス世界記録の公式サイトから申請する。日本からの申請に関しては、 ギネスワールドレコーズジャパンのサイトから自分の住所や名前、電話番号、内容や理由などを書く。個人による申請には無料サービスと有料の優先サービスの2つがある。無料申請の場合には返答までに約3ヶ月の期間が必要となり、一方で優先サービスを使用した場合は約10円曜日で連絡が来ることになっている。組織が申請をする場合には、 法人申請という申請方法があり、挑戦記録カテゴリーについての相談に乗ってもらえる。なお、有料サービスの利用は、申請内容に対する審査自体に影響を及ぼすものではない。申請内容が記録カテゴリーとして認められた場合は、ギネスワールドレコーズから、記録挑戦のためのガイドラインなどの必要書類が送られてくる。その後、記録挑戦内容写真、 およびビデオでわかりやすく、収め、それを郵便で、ギネスワールドレコーズジャパンに送る。公式認定員に記録挑戦の場に来る、よう依頼することもできるが、派遣費用のほか、移動費、宿泊費などの費用は挑戦者の負担となる。現在、日本支社にも公式認定員数名が駐在しており、その場での審査を依頼し、挑戦直後に結果を知ることが可能である。 公式認定員を呼ぶことで厳しい審査基準が変更されることがないのは有料申請と同様である。その後、記録が認められればギネスワールドレコーズから認定証が届けられる。ギネスワールドレコーズには毎年4万件以上もの応募があるため、記録カテゴリーとして新しく認められるものは応募の総数から言えばわずかである。無料申請をした場合は、 返答を受け取るまでに時間がかかるものの、ギネスワールドレコーズでは必ず応募者に対して返事を送ることになっている。また、本来申請は達成した側自身が行うこととされているが、例外も存在し、吉田沙織の功績、逸話及び世界選手権における連勝記録における認定は、吉田本人による申請ではなく、 ギネスワールドレコーズ側からの働きかけで認定へと至ったものである。なお、近年はギネス世界記録に挑戦する個人や団体が増えてきており、作為的、意識的な記録を認定することには、懐疑的な意見もある。申請された記録内容についての認定、登録はギネスワールドレコーズの記録管理部が決定する。新しい記録カテゴリーとして認められるには、 最低限以下のような基準が満たされる必要がある。記録内容が国、地域に限定されるもの、または特殊すぎるものは却下される可能性がある。また、次のような申請内容と判断される場合は、受け付けられない。現在登録されているギネス世界記録は、書籍のほか公式サイトの検索するボタンより英語で調べることができる。 ギネス世界記録は、社会問題や人権問題、倫理的、道義的に問題のある行為や、あるいは命に関わる、大変危険な行為を伴う内容に関する記録についても取り扱ってきたが、記録挑戦にまつわる、一切の責任を負わないことを、はじめ、すでに受け付けられていない記録もある。過去の版に掲載されていたが、現在の版では掲載されていない。 記録の例を挙げる。日本語版は1966年に竹内書店がこれが世界一記録が何でもわかる本という題名で発行した。1971年には同じく竹内書店から記録の百科事典世界一辺という放題で発行された。1975年から1976年には講談社から 世界一の世界の砲台で発行された。ギネスブックのタイトルで発売された翻訳は、1977年に講談社から出たものが最初で、同社からは1988年版まで刊行された。1984年版はメインの本に加え、ギネスブックジュニア版を刊行した。1983年版、1988年版は特別項目として、 日本記録集が紹介された。この項目は当時の講談社編集スタッフが独自の観点で収集した日本記録、あるいは特定地域の普遍性を持たない項目としてギネスワールドレコーズが公認しなかった世界記録をまとめたもの、言語、英語版に収録されているイギリス一の記録に相当する。1989年版はギネスブックオブレコードの題名で、 エトナ出版が刊行した。1993年版からは、キコ書房、現、キコ書房が、ギネスブックの題名で発行していたが、2002年版、この版の未タイトルが、ギネスワールドレコーズを最後に取り扱いをやめた。2003年版は日本では発行されず、2004年版から2008年版までは、ポプラ社が、ギネス世界記録の題名で発行した。 ポプラ社シャ版の特徴としては、児童の興味を引きつける、要カラー写真を多用し、ページ数や掲載されている項目数がやや少ない。2005年版は50周年特別編集で、宇宙開発や100メートル総記録などの特集ページが掲載されている。2009年版と2010年版は、ゴマブックスがギネス世界記録の題名で発行。 2009年版はメインの本に加え日本人記録保持者の情報を集めたギーネス世界記録2009ジャパン世界記録マスターになるためのギーネス世界記録検定3歳から7歳向けのひらがなで読めるギーネス世界記録2009キッズを刊行した2011年版からは角川マーケティング角川マガジンズ角川スキー総合研究所が 出版権を取得し、ギネス世界記録の表題で日本語版を発行している。2014年版からは、メインの本とは別に、ゴマブックスがギネス世界記録外伝を刊行している。2005年8月5日に東京タワーフットタウン3階にギネス世界記録を集めた、博物館、ギネスワールドレコーズミュージアム東京が開館。初代名誉館長は、 エベレスト登頂世界最高齢記録として、ギネス世界記録に登録されていた、三浦雄一郎が就任した。2008年10月2日、世界で一番多くの漫画作品を描いたとして、ギネス世界記録に登録されている、石森翔太郎が、同館の2代目の名誉館長に就任。2010年8月31日をもって閉館した。 NHK のニュースや番組では公共放送の性質上、称号及び商品名を宣伝しないよう、世界の記録集、世界の記録を集めた本などと表現されていたが、2009年よりニュース番組等でギネス世界記録の固有名詞を使って紹介するようになった。毎年11月の中頃にはギネスワールドレコーズが定めたギネス世界記録の日があり、この日は 世界中で世界記録達成の一大イベントが同時開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。